皆さんどうもこんにちは、マイピカです。S9 の予約開始までもうすぐなんで、ちょっとどうしてもね、話しておきたいことがあるんですよ。ということで、 ま、動画を撮ってるんですけども、あのー、皆さん予約しますかね僕はね、ちょっと予約しようと思ってるんですけども、今回はね、あのちょっとま、あ富士フィルムがちょっと炎上してたじゃん。で、それがま、あ転売中っていうか、転売する人によって価格が釣り上げられてると。で、それで富士フィルムのカメラを買いたい人がどうしても買えないと。それで富士フィルムのユーザーが怒ってると。で、 富士は、あの別に在庫は適正やと。うん、これ以上なんかカメラを増産する必要はないと。うん、ある程度高い価格を維持した方がいいって言ってなんか延長してましたけども、今回はね、ちょ、転売についてちょっと喋ろうかなと思いますね。で、まあ、僕の意見から言わせてもらうと、あの、転売の人からは絶対買わないでください。はい。絶対進めることはしないです。まあ、俺も買ったことないです。はい。 ま、俺ね、後ろの背景見たらわかると思うけど、ゲームの動画も開けてんねんけど、あの、プレイステーション3か4かなんか忘れたけど、初期型がね、めっちゃ値上がりしたんですよ。品薄になって。プレス5もそうか。プレス5はなんか、転売中がおったけど、一切買わへんかったからね。俺。っていうぐらい、俺、転売中からは絶対買えへんから。うん、まあ、あのー、なんかお金に魂売ってる人から、なんか買うの嫌やんか。で、俺は、因果応報で、いつか天罰が下る人やと思ってるから、転売してる人って。で、こういうね、 転売の話するとね、必ず批判が来るのが、いやいや、お前ね、あのスーパーとか一緒やんけって、スーパーも転売してるやんけって、ね野菜とか転売してるんちゃうのと。メーカーとかもそうやんけってね、カメラのね、部品とかパーツとか、揃えてきて組み立てて、で、そのカメラのパーツの限界よりも高値で売ってるやんけと、それ転売と一緒ちゃうんかと。なんでそんなね、俺たち、まあ、俺がもし転売中やったとしたら、なんで俺が買ってきて高く売るのわかんねえと。 そんなん需要と供給やんって言って。なんでそんなあのメルカリとかヤフオクで売ったらあかんのやと。うん。そんなん別にだから野菜売ってるやつと何が違うんじゃっていうね。そういうその批判をする人がいるんですけども。あのね、それはね、明確に違うっていうことを言っとく。んで、まあ、今回はそれについてね、聞いておいてほしいんやけど、まあ、野菜の例えで言うとさ、例えばね、スーパーあるやん。農家から仕入れてくるやんか。まあ、その、あのスーパーはね、厳密に言うと、なんか問屋、卸問屋みたいなのがあって、ま、あ農地から、 トンヤにおろしてね、そのトンヤからスーパー買ってることもあんねやんか。ま、直接仕入れてるったりすることもあるけど。まあまあ、わかりやすく、ま、直接仕入れてるとするやんか。北海道やったらじゃがいも。まあ、人参やったらどっか違うところから買ってきてると。で、北海道はじゃがいも買ってきて、で、沖縄は例えばゴーヤとか、そういうのを仕入れてきて、で、例えば大阪のスーパーで売りますと。なった時に、高くするやんか。そんなだって仕入れ価格と同じ値段で売ってたら、利益出えへんやんか。うん。で、それで、高く売りつけると。 で、これが、そんなん転売と一緒やんけって言うけど、あのね、まず明確に違うことがあって、何かち、何が違うかわかります皆さん。何が違うその、だから野菜売ってんのと、その転売中との違い。何が違うかっていうと、もう至って簡単で明確で、便利になってますよねわかりますね。スーパーが、便利屋になってくれてますよねスーパーがあるおかげで、僕たちは、いちいちね、 北海道まで、ま、カレー作りたいなと思ったらさ、北海道までさ、農家のところまで行って、いや、ちょっとじゃがいも売ってください、言うて、じゃがいも買いに行って。 で、ゴーヤーのカレーしようと思ったらさ、沖縄までまた飛んで行ってゴーヤー買いに行くそんなことせんでいいやん。スーパーが代わりに仕入れてくれるわけやんか。で、それのサービス料として値段が上がってるわけやんか。わかるだからそれ転売っていうか別にそれは別に便利になってるから何も問題はないですよね。そこは批判されることではないですよね。でも今、その転売中のや、人がやってることってさ、何も便利になってないやん。不便になってるだけやんか。買いたいもんが適正価格で買われへんようになってるわけやんか。で、メーカーはどういう風な表示してる してるかっていうと希望小売価格って書いてることが多いやん大体の商品ってねね希望の小売価格ですよわかるメーカーはこの値段で売りたいって言ってるんやんか 例えば、フ富士フィルムの X106 で言うと28万ぐらいかな ?28 万で売りたい言うてんのに、オークション除いたら40万で売ってるわけやんか。希望の小売価格ちゃうやん。そもそもね。メーカーからしても邪魔されてるだけやんか。ま、あ変な話。で、しかも、それね、40万で売れたっつっても、富士フィルムは何も儲かれへんからな。で、富士フィルムのイメージが悪化するだけやんか。40万円でカメラを買わされたから、人からしたら、いや、富士フィルムもっと在庫増やしてくれよと。ね。クレームがいったりとかね。で、なんかちょっとアナウンスしてくれと。転売の人から、ね、 カメラは買わないでくださいみたいなアナウンスをしてくれとか苦情が来たりするやん。そういう対応も選択かんやんか。だから転売中のせいでいらん仕事が増えるわけやんか。富士フィルムの主張からしたら。うん、んで、で、さらに、富士フィルムの信用というか会社としてのそのイメージがダウンしますよね。あ、富士フィルムっていう会社は 転売中を放置してるんやと。注意も何もせえへんねやと。うん、そのままの値段でええって言うてるで、みたいな感じで。ほんで、実際今回でも、いや、そんなんやったら富士フィルムのカメラ買いませんと。ニコンとかキャノンのカメラ使いますと。 ソニーに戻りますとかね。もう富士のカメラ買いませんっていう人が出てきたわけやんか。で、これ富士フィルムにとってはむちゃくちゃマイナスやん。損しかしてへんやん。で、これ、転売中が儲かってるだけで、40万出してカメラ買わされた人と、メーカーって損してるわけやんか。なんもこれ得になってないねん。っていう意味で、これはスーパーとじゃあ、全然違うやんか。スーパーの例えと違いますよね。で、メーカーの例えで言うと、パーツとか集めて、何かよく分かれへんパーツから、さ、 カメラ組み立てて売ってくれてるわけやんか。そんなんじゃあ自分でお前一からカメラ組み立てろって言われても無理やん。 そうやろ。自分で一から CMOS センサー作れ言われても無理やんか。それを作ってくれて、販売してくれてるわけやん。でも、転売中のやつってなんか作ってんのパーツとか組み合わせてなんか作ってんのそれは。っていう。で、それは、なんかその、メーカーとじゃあ全然違うやん。そんなメーカーも転売してるやんけとか、スーパーも転売してるやんけとか言ってるけど、全然違うやんか。っていうことを言いたいねんけど、だから、このような人間から、カメラとか、なんていうかその、値上がりしてるやつを買うべきではないんですよね。で、なぜこのタイミングでこの動画を上げたかっていうと、 S9 の予約が5月の29日の朝10時かななのでどうしても欲しいっていう方は必ず予約をしてくださいはい。でパナソニックっていうのはソニーよりもシェアが低いですから多分ね大丈夫やとは思うんやけど俺の記憶によるとゲーム機とかはなるんやけどねプレス5とか あと、iPhone とかはなるけど、あの、パナソニックのメーカーさんには申し訳、ないけど、人気ないから <laughs>。自分で使ってて申し訳ないけど、パナソニックのカメラにマジで人気ないから、そこまで行くんかわからんけど、でもどうしても買いたいという方は予約しといた方がいいですね。転売中から買ったら、 ダメなんで。転売中から買わされるぐらいやったら今予約してください。今っていうか5月29日から。はい。6月20日に出ますんで。っていうことをちょっとね。やっぱ視聴者の人にもその騙される人っていうか、買わされる人が出てくると良くないと思うんでね。あの、口は悪いけど心は優しいマイピカですから。はい。普段あの、フジフィルムユーザーとか、ニコンユーザーとか思いっきりバカにしてますけど、あの、心の中では優しい青年ですから。はい。なので、ここでね、こういう動画を上げさせてもらいましたっていう感じになってますね。 なので皆さん、転売に対してどう思いますかねやっぱしね、低価よりもね、12万高いっておかしいよ。28万で売ってるもん、40万で売ってんねんから。これあれだよ、日本だけじゃないよ。海外にも転売中いるからね。あの、海外でも普通に高値で売られてます。で、あの、韓国の人が言ってたんやけど、あの、韓国でも買えないみたい。<laughs> 韓国でも全体的にあの、富士フィルムのカメラ品薄みたいなんで、だから世界中で起きてるっていうか、だから何もね、日本を軽視してるわけじゃなくて、世界的に足りてないね数が。それは まあ多分、海外の転売中も、いるとは思うんだけどね。買い占めてるっていうか。っていうのがあるんで、まあ、やっぱしね、これ絶対にね、転売から買わないでください。あとね、転売から買ったらいいやんっていう人も、今の理屈で論破してください。はい。あの、言ってることはおかしいんで、あの、さっきから言ってるけど、あの、スーパーと、あの、メーカーとかの転売とは全く違うんで、そんなん需要と供給やんけとか言ってるけど、市場を邪魔してるだけのやつです。ただの。 うん、市場をね、かき回してるっていうか、迷惑行為してるだけなんで、あの、迷惑系 YouTuber と一緒ですね。うん、何も、だから、だから、まあ言ってしまえば、だから、お金に魂売ってる人、っていう感じですね。はい。なので、あ絶対買ってはダメですね。なので、需要と供給じゃなくて、なんていうの、何も、メリットになってない、ということですね。俺が言ってる転売っていうのはね、あの、一つ補足しとくと、いや、いつかは売るよ、これ。うん、だから、言ってしまえば転売になるかもしれんけど、俺が言ってるのは、買った直後っていうか、使う気のない転売あるやん。箱開封せんと、転売してる人。 俺はだから使ってるからさ。使って、1年後か2年後に売ってるから。こんなん転売って言えへんから。から値段も下がってるし。っていうか、パナのカメラってさっきから言ってるけど、値段すぐ下がんねやんか。うん、あの、買い値と一緒にはなれへんから。っていうこともあってね。いやいや、ほんまにね、もうこれ以上ね、転売の被害を、あの、受けてほしくないし、あとはね、もしかしたらね、俺全部の動画は見てないねんけど、ある程度影響力の高い人とかもね、考僕と考え方が違う人もいるかもしれないじゃん。いや、そんなんね、買いたい時に買えと。ね。 ヤフーオークションでもね、その高くてもその40万出しても、その自分が買いたいと思うんやったら買えと。いう人もいるかもしれないじゃん。うん、インフルエンサーとかで、とかでもね。でも俺の考え方とはだいぶ違うんで、個人的には買ってほしくないかなっていう感想でした。 はい。で、まあまあ、今後ともですね、まあいろいろね、ゲーミングガジェットだったりとか、まあこっちのチャンネルではやれないけど、こっちのチャンネルでは雑談かな。まあいろいろやっていきたいかなと思ってますんで。で、まあカービィとか他のキャラクターが映ってると、あの、プロモーションの動画ではないんで、案件動画じゃないんで、まあ見て丸分かりなんで、まあカービィ報道官がいるっていう感じですね。ということで今回はお疲れ様でした。ありがとうございました。